ドッグホームチャンネル。ここは成田市新町にあるトリミングサロンドッグホーム。ここでワンニャフルな毎日を送っているのが看板犬のトイプードル、ルカくん。ルカくんはなんと17歳、人間でいうと100歳以上になるんだって。今日はそんなルカくんのワンニャフルな毎日とお店を紹介していきますよ。ドッグホームではそれぞれのワンちゃんの性格やチャームポイントを生かしたこだわりのカットをしています。ワンちゃん一匹一匹にカルテを作成していて、飼い主さんとお話ししながらワンちゃんの可愛さを最大限に引き出すカットを目指しているんです。この千葉県っていうのがどうしてもやっぱり殺処分がすごく多い地域なんですね。で、田舎だから飼い方がわからないとか、子供生まれていらないからって捨ててしまったりだとか、そういったものが非常に多いんですね。で、やたら吠えたりとか散歩で引っ張られたりとか、そういった犬を少しでもなくしたいっていうのと、犬と飼い主さんの間に立つ仕事がしたいなと思ってお店を開きました。お店を開いて11年、捨て犬の現状を理解してくれる飼い主さんも増え、星野さんの地道な活動が実を結んでいます。そんなドッグホームには星野さんのこだわりがたくさん。こだわりその1、道具。やっぱりハサミは職人にとってやっぱり道具は命なので、もうとにかくいいもの、ものによっては京都から取り寄せたりですとか、研ぎも遠方へ出してみたりですとか、そういったことをやってますね。ハサミの他にもワンちゃんの肌に優しいシャンプーを使ったり、手作りのおやつを販売したりと、質にはとことんこだわります。こだわりその2、ワンちゃんは自由に。ブローやカットの際、ワンちゃんが動かないように首を固定するのではなく、リラックスしてもらうことを意識しています。こだわりその3、飼い主さんの相談には何でも乗ります。お家でのシャンプーの仕方やしつけ、病気などちょっとした不安を解消します。時には電話で相談に乗ることも。星野さんのこだわりがたくさん詰まったこのお店、実はご主人が作ってくれたんです。制作期間はおよそ半年とのことですが、一体何者？お店の紹介の後は改めてスタッフの紹介。看板犬のルカくん、もうおじいちゃんですが食欲はまだまだあります。そしてルカくんが大好きなオーナーの星野さん、どこへ行くのも寝る時もずっと一緒とのこと。私が専門学校入学した時にこの子が担当犬として学校に来たんですよ。でそれがまず一番初めですね。なんか親バカですけど、こういうこと言うのもう全部が可愛いです。秘訣、もうこれをしなければいけないとか、こうしなければっていうのは生き物なのでないと思うんですけれども、
こだわった点は食べ物をこだわりましたね。今は、生の鹿肉とあとはまあ缶詰をちょっと取り寄せて、歯がもうちょっとダメになってきてるんでカリカリが食べれなくなってきてるんで、ちょっと前まではずっと手作りで、ずっと手作り食べさせてましたね。栄養満点のご飯を食べてまだまだ長生きしてね。さあ続いては常連さんの登場です。来てくれたのはちょっぴりやんちゃなクー君とおしとやかなこももちゃんです。2匹ともふわふわの毛並みが特徴です。今のままでも十分可愛いですが、早速シャンプーとカットをしていただきました。犬が気持ちよくなってくれるような一番難しいんですけれども、そこにものすごい気を使ってます。でどんな犬でもリラックスしていただくっていうのを目標に気をつけてやってます。あっという間にふわふわにしてもらいました。気持ちよさそう。クーちゃんの方はいつも長めに丸くふんわりという形で、で足はちょっとですかブーツカットというか、ちょっと根元が短くて足元に行くごとに長くなるという形を取らせてもらってます。飼い主さんの可愛さを追求しているという形で、まあ、飼い主さんそれぞれ好み個性がありますので、その飼い主さんの好みとか個性とかそういうものをこちらが聞いて、でそれに応じ入れるようにしております。さあ仕上がりました。2匹ともピッカピカのふわふわに。先生のカットの方針というか、よそのカットサロンですとうちの子みたいにこう吠える子はここをつかまれてつられちゃうんですけど、もうここの先生は自由にこの子の好きなようにしてくれるので、もうその点にすごい感謝してもうずっと通ってます。ちょっとこの子の気になることを相談するといつも親身になって答えてくださって、この子だけじゃなくて私も電話をして相談するぐらい、はい、いつも助けてもらってるんで、そういうことでもお願いしてます。この子は私にとって恩人、恩犬、犬っていうものをどういうものだよっていうのを教えてくれて、今この時点でも老犬っていうものはこういうものだよって教えてくれてる、先生ですね。素敵な家族とお店に来るたくさんのお友達に囲まれて毎日を過ごしているルカ君。ルカ君のワンニャフルな毎日はこれからも続きます。チャンネル登録よろしくね。